電気自住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。まあこう怪談をですねいろんな方からお聞きする中でだいたいこういう場所っていうのがだいたい決まってきますね。不思議な話が集まる場所みたいなのが あるわけですけれども、まあ基本的に、まあ、いわゆる心霊スポットと呼ばれる場所であったりですね、もう一つはやっぱり山なんかがそうですよね。山では不思議なお話が多くあります。でただ不思議だなで終わってしまう話もありますし、まあなるほどこういう意味があったんだなと思える話も、中にはたくさんあるんですけれども、今回私がさせていただくお話はですね、ある大学生の方が4人でとある山へ行かれたんです。その時のお話なんですね。この山って言いますのが、まあ、近くの方たちの間では心霊スポットの山であるというふうな言われ方をされている山だそうです。ここへある大学生がですね、いわゆる肝試し、心霊スポットに行かれるわけですけれども、行く時に、まあ、一人だけ車の免許を持っている大学生がいたので、悪いけどお前車を出してくれって言われたこの運転手の学生さんから聞いたお話なんです。友達3人を連れて山へ向かってずっと行かれるわけですけれども、実はこの運転をされてる学生さん、もう心霊スポットへ行くのがとても嫌だったそうなんですね。まあもう階段自体もあまり好きではないし、ましてやこんな行くなんてことは本当は嫌だったんですけれども、なかなかまあプライドもあったんでしょうね。怖くないというふうな言い方をして、まあ行ってもいいよっていうふうにして、まあいやいやながらも行かれたそうなんです。でずっと行きますとね、まあ夜の1時頃行かれたそうなんですけども、山道をずっと進むと、山道は本当に街灯も何もなくってですね、運転も怖い、プラスアルファ向かってる場所も怖い、嫌だなぁと思いながらも、まあずっと車内で音楽を聴きながら友達と話しながら極力明るい話をしながら向かってたそうなんですけれども、助手席に座ってる友人が、せっかく行くんやから怖い話しながら向かおうよなんて話になりまして、でうわー最悪だなぁと思いながらも、ああうんいいよ、じゃあなんか怖い話してよなんて言いながら、十分怖い状態で、まあ心霊スポットへ行こうと、まあ友達たかは思ってたそうなんですね。でその方、まあ、ずっと車を運転して怖い話を聞きながら、だんだんともう車から降りるのも嫌、本当言うと今すぐ引き返したいぐらい思ってたそうなんですけれども、まあ、今更そういうわけにもいかないので車でずっと行かれたそうなんですよ。で車で目的地の山まで着きまして、下に駐車場があるんですけども、じゃあここで車を止めてここから歩くのって聞くと、いや狭い車1台分ぐらいしか通れないけど、もうちょっと上まで行ける、まあそんな風に言う友人がいて、もうちょっと先まで車で入ろう、でそうか、でもそこまで入っていいのかなって言うと、まあもし向こうから車が来たら引き返せばいいけども、なんせ深夜の1時ですからね、向こうから車が来るってことはほぼないという風な判断で、まあそこまで行こう、行けるところまで車で行こうということで、またその彼が運転してですね、ずっと向かうわけです。アスファルトの舗装が途中から途切れて砂利道になる。で砂利道の中をガラガラガラと走る。それだけでもなんとなくその男性怖かったそうなんですけれども、まあ今更もうやめようとも言えない。でずっと向かって、いよいよですね、もうこっから先は歩くしかないなというところまで車で上がったそうなんです。で一旦ここで車を置いて、じゃあみんな降りてここからは歩いていこうという話になったんですね。でその運転手の男性だけが、まあ、実は降りたくないので、なんとか降りて山の中を歩くのが嫌なので、なんか言い訳がないかなと考えて、あそうだと思ったのが、いやもし向こうから車が来た時にここに車を置いてると通れないんで、俺この車で待ってるよ、そう言ったそうなんですね。そうすると友人の一人が、いやいやいや、こんな時間車絶対もう来ないから、いやいいやいいや一緒に行こう、言われたそうなんですけども、あいやいや、でももうもしものことがあるからやっぱり、ま、待っとくよ。そうすると他の友人が、もしかして怖いのって言われて、いやいやそんなことないよ。で他の友人が、いやいや怖いんじゃないでしょ、もし怖いんだったら車で一人で待ってる方がきっと怖いに違いない、
俺なら一緒に行くななんてことを言われて、さらにその男性怖くなったそうなんですけれども、そうか、一人で車の中にいるよりは一緒に行った方が楽かななんてこともいろいろ葛藤があったそうなんですけれども、いやいや、やっぱり俺車で待っとくよ、まあそういう判断をしたそうなんですね。そうすると友達3人が、じゃあ分かった、俺ら3人だけで行くから。でその時に、もしもここに車がなかったら下の駐車場ので来て、車乗っけてって言われたら下の駐車場で待ってるからなんてことを、まあお互い言い合って別れたそうなんですよ。で車の中で一人残ったその男性はですね、一応まあこう怖くなるんで音楽をかけてみたり、車の中のルームライトをつけてみたり、まあいやここは絶対怖くないと、怖いゆえにいろんなことをされたそうなんですね。怖くなくなるように、で携帯でなんか大きな音を鳴らしたり、もちろん車からも音楽を鳴らして電気をつけて、絶対怖くない絶対怖くない、そう思って音楽をうわーっとかけてたのが悪かったのか、ある一人の男性がこちらに向かってずっと歩いてくるそうなんですよ。で、あ、誰か来たな、よく見ると初老の男性だったそうなんですけど、その人がずっとこちらを見てる。あ、もしかするとカーステレオが外に漏れてですね、なんか近隣の人が来たのかなと思って音楽を消したそうなんです。でルームの中を電気つけてますと外から見えますからね、これちょっとルームライトも消してですね、でこう静かにしているとその男性がどっか行ってくれるかなと思ったらね、こちらへ向かってずっと歩いてくるそうなんですよ。で、え、こっちへ来る。でその男性の中ではもしかするとこれこの山で心霊スポットと呼ばれてますから、もしかするとこの山に住む霊が近づいてきたのかなと思ってずっと見てると、もう運転席の真前まで来られる。そして車の前に立って運転席の方をこうずっと見るそうなんですよ。で思わず怖くなった男性は、え、すいません、何かありましたか、こちらから声かけたそうなんですね。そうしますとその人が、いや、こんな時間にこんなところに車止めてもらったら困るな、ここ一応人が通る、車が通ったりするからこんなところに止めてもらっちゃ困るな、実際に注意されに来られたそうなんですよ。で、ああよかったね、注意されて申し訳ない、怒られて怖いなとは思いつつも、あ、よかったわけではなかった、あ、そうですか、分かりました、じゃあ下の駐車場まで車下げますんでって言った、うん、そうしてね、遅くまでこれ何してるのって聞かれて、いや実は友人がちょっと山の中に入ってましてって言うと、そのおじいさん、あ、こんな時間に入るとあかんのにな、もう今度からもうやめてよ、で友達が帰ってくるの何分ぐらい、いや、さっき出ていく前にはもう10分もしたら降りてくるって言ってたんでって言ったら、ああそうかそうか、じゃあ10分ほどしたらまた上がってきなさい、今とりあえず車下げてって言われて、その、学生はですねバッグに入れてゆっくりゆっくりと、まあ下の駐車場まで降りたそうなんです。でしばらくしてもうそろそろ10分経つかな思ったんで、もう一度車をずっと注意された場所まで上げたそうなんです。でそこで待ってて、もうしばらくしたら来るだろうなと思ってるんですけども、なかなか友達が帰ってこないんですね。遅いな、怖いな、いろんなことを考えながらそこで待ってますと、また初老の男性がこちらに向かって歩いてくる。いや、先ほどの方かなと思ってもう一度説明しよう、いや、もう来ると思うんで、もう 1,2 分で車乗けますんでって言おうとしたら、先ほどの男性とはまた違う男性だったそうなんですね。でその方がずっと歩いてこられたんで、なんとなく怖くなって車の中で少しだけウィンドウを開けてですね待ってたそうなんです。そうするとその男性が近くまで来て、今ちょっと大丈夫ですかって声をかけられたそうなんですよ。で、いや、あ、はい、ちょっと友達が今山に入ってまして、もう降りてくると思うんで、もうすぐ車乗けますんでって言ったら、ああそうなんですか、いや、ちょっとね、一つ教えていただきたいことがあるんですけど、私ってもう死んでますよね、そんな風に聞かれるそうなんですよ。で、え、いやいや、生きてられると思いますよ、え、そんなことないでしょ、なんでそんなこと聞かれるんですか。慌ててその男子大学生が聞き直しますと、いやね、でもさっき私の体が倒れているのを見たんですよ、そういうふうにその男性が言うそうなんですよね。
で、どういう意味ですか、ご本人が倒れてられた、どういうことですかって聞くと、いやいや私の体だけが沢のところに倒れてましてね、ですから私死んだんですかね、再びそう質問される。で、いやどういう意味かちょっと僕は分からないんで、もう僕でもあの下の駐車場まで降りますんで、あのごめんなさいって言うと、え、でもあなたも死んでるんですよね、ね、こんなことになるんなら言い別れ方をしたらよかったなと思って今後悔してるんですよ。やっぱりね、生きてるうちに喧嘩なんかするもんじゃないですよね、そんなふうなことを言われる。で、いや僕ちょっと何のことを話してられるか一切わからないんで、すいませんこれで失礼します。車をまた再びバッグに入れてパーキングまで降りていったそうなんです。で、友達がまた帰ってこないな、もう電話をかけようにもですね、あの電波が通じない場所なんですよね、山の高く、あのアンテナがなかなか通じないところにおられたので、友達に電話をしてもかからない。困ったなと思ってると、友達が3人がザーッと降りてきましてですね、おい、すぐに携帯の電波が入るところまで車で行こう、まあ、3人が慌てたようにそう言うそうなんですね。で、何かあったのって言ったら、いやいいからとりあえず車を出してくれ、で、分かったって言って、そのパーキングから離れてしばらくしますと電波の入るところまで来た。そうすると助手席の友人が、あ、もしもし警察ですか、今実は丸々山に行って、なんか人らしきものが沢のところで倒れておられたんですけど、大きな声で声をかけたんですけれども、その方全然動かれないんです。もしかするとあの山で登山途中に足を滑らして沢にまで落ちて亡くなってられた男性じゃないかなと思って今電話してるんですっていうのを助手席で言う。で、電話を切った後によく話を聞くと、沢で誰かが倒れてられたそうなんですよ。で、その沢で倒れてたっていう人はどんな人、まず聞くとですね、緑のリュックを背負った初老の男性らしき人やったと思う、3人がそう言うんですね。先ほど自分の車に来て私も死んでますよねって聞いたその男性、背負ってたリュック緑色だったそうなんですよ。まあ、この男性が最後に、いや、やっぱり生きている時に喧嘩をしなかったらよかったな、そんなふうなことを言ってられましたよね。あれが何だったんでしょうね。まあ、その場はそこで終わったんです。後日警察がいろいろと調べた結果、この沢で亡くなってられた男性の方のご自宅が分かったんです。一応警察の方から連絡がありまして、第一発見者ですから一応ご遺族の方もお礼が言いたいというふうにおっしゃってますから、どうされますかって言われて、あ、じゃあぜひともちょっとお証拠の一つもさせてくださいということで4人で行かれたそうなんですね、ご遺族のところに。そうしますと、その写真に遺影が飾ってある、この遺影を見るとやはりあの車にリュックを背負って来られた男性だったそうなんですよ。で、いや本当に変な話をしますけれども、実は僕一人で車を乗ってる時にこの方が来られまして、私も死んでますよねって聞かれたんです。そして最後にこうおっしゃったんですよ。いや、やっぱり生きてるうちは人と喧嘩したらあかんなみたいなことをおっしゃってましたけども、これって何か意味わかりますかっていうと、実はご家族の方が登山に行くのを常々反対されたそうなんですよ。もう年も高齢だし、足を滑らして行方不明なんてなるといろんな方に迷惑がかかるからやめてって言ってて、それでもうるさい、俺はまだ体力が大丈夫だというふうにして、どうやら喧嘩されて出て行かれて、それが最後だったそうなんですね。まあ、私たちこれ、この男性だけではなくってですね、人っていうのはいつ死ぬか分かりませんね。私自身この録画が終わった直後、息を引き取ることも可能性としてはあるわけですよ。ですから私たち生きてる人間はいたわり合わなくちゃいけないわけです。もう根性で喧嘩してそれが最後になることっていうのは、もう幾多と私も見てきましたし、もう幾人の方がこの後悔に苛まれるか、大勢おられるんですね。ですからできれば私たち命ある限り根性での出会い、あるいは縁があった先ではですね、悪に心を走らせずに善に心を走らすように、していただけたらいいなというふうに思います。死んでからの後悔って言いますのは、もう死んでからどうにもなりません。
今のうちから後悔しないような死を迎えられるように日々努められたらなというふうに思います。ということで本日もこれでお話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。